はい、くるくる回りながら、はい、くるくる回って、キュー。いや、もっとこう、こう、手広げて。キュー。次の突撃、本日は堺ビッグボーイズグラウンドから続きいたします。次の突撃。いくよ、いくよ、はいはいはい、ツッキー、今日は、はい、あ、今日は、ここどこやっけ、いや、本日は、本日は、本日は、はい、あ、本日のゲストは、田谷拓久選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうぞ始めてください。いきまーす。うーわー、なんじゃこりゃ。よろしくお願いします。タイヤ引き、お疲れ様でした。ちょっとごめんなさい、間違えましたか。カメラがすごい方向を向いてしまいました。すごい太ももが今のでやられましたか。接種されました。なかなか重かったですもんね、タイヤ。重かったです。これって何キロぐらいあるんですか、タイヤ。これで40キロぐらいですか。40キロ。ですが、ウェイトトレーニングをたくさんされてる田谷さんということで、もう持っただけで重さが分かると、はい、素晴らしいです。はい、あ、田谷選手、まずは、もうシーズンも終盤に入ってまいりましたが、はい、今までのシーズンの自己評価を100点満点ですると何点でしょうか。100点中ですか。ね、じゃあ50点で。50点で、はい、50点の理由はまだ、もちろん自分の中でできたこともあるんですけど、もっと自分でまだまだできたことがあったんじゃないかなって思うので、それで50にさせていただきました。なんかこういうところがうまくいったなっていうところを挙げるとしたらどんなところですか。最初やっぱりバッティングとかが全然調子が良くなくて、それを我らが折下君に教わってたんですけど、その折下君から教わったことを自分の中で継続したことが結果につながったのかなと思います。でも折下選手との共同作業で調子を上げたということで、折下さんへ一言、愛のメッセージを。いいですか、はい、気持ちのこもった愛してます。盛り込めてた。困りました。折下選手、愛してるをいただきました。はい、きっと喜んでくれてると思います、ね、喜んでくれるといいですね。はい、はい、彼は見えてテレ屋さんで寂しがり屋さんとかあるんで、そうなんですね。僕はこれからも支えていきます。もうぜひ折下選手のことを支えてあげてください。プライベートでもお任せください。なんかプライベートで折下選手以外に仲良くしてるなとか、よく一緒に練習するなっていう人はいらっしゃいますか。最近 YouTube にも上がってたと思うんですけど、本庄まどかさんことまどキャンが共に過ごす時間がとても多いですね。共に過ごす時間は何をされていますか、本庄さん。一緒に練習だったり、ご飯だったり、バイトだったり、まあ、ちょっといい時間だったり、とても深い時間を過ごしています。深い時間。はい、ね、上村君もですね、はい、おばかさんと一緒によく3人で会うことが多いです。 そうなんですね。そこに上津大和君が入って、しっかりした人が入ってくれるんで成立するっていうのはよくありますね。もうボケとツッコミみたいな。そうですね、3人だともうボケボケボケになってしまうと。3人の時は本庄君、まどちゃんがよくツッコんでくれるんですけど、あ、そうですね、僕たちみたいなアホ2人にツッコミ1人だと大変そうなので、あ、2対1だと勝てないという。そうですね、大変そうにしてるんで。彼も2対2でやっとイーブンに持っていける。そうですね。あ、そうなんですね。はい、
あの愛の愛情の深い時間を過ごされているということで、とても深いですということで、じゃあ最後はファンの皆さんとご家族にあのそれぞれ愛情の愛のメッセージをいただければと思います。わかりました。ファンの皆さん、ご声援ありがとうございます。皆さんのファンの皆さんのおかげで僕たちはすごい元気をもらってるんで、僕たちからもお返しとして一言言わせてください。愛しちゃいます。僕が今こうして野球できてるのは家族のおかげなので、家族の方々もありがとうございます。家族にはちょっと照れくさいに愛してるとは言えないんですけど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、私からも最後に、たやさん、愛してます。おいただきました。皆さんが欲しいものを自分がいただいちゃいました。すごい、すごいよ。いただいちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちらこそ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本日のゲストはたやたくひさ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。